セフリ山、セフリ山は、福岡県福岡市佐原区と佐賀県神崎市との境に位置する標高1054.6メートル、セフリ山系最高峰の山である。日本三百名山の一つ。山頂には、航空自衛隊、アメリカ軍のレーダーサイト、セフリ山分遁基地がある。江戸後期までは、広市滝山と呼ばれた。広市滝山の麓に、 武家の広滝家を中心として村を築き住んでいた。広滝家は織田家の正式な家紋と同一で5つもおこう。なお、セフリ山の表記は正式には生を使い、世ではない。セフリ最系一帯は古くは霊山として多くの修行像が暮らす山岳密教の修現場であったためその痕跡が多数見られる。セフリ山は江戸期までは 三景一体にある某の総称であった。現在のセフリ山山頂は、上宮国と呼ばれていた。隣山である、仙国山の中腹、佐賀県側に今も残る両前でエラート、現、吉野川町文化財は、セフリ山中宮に当時あった中心的な某の一つで、ある。セフリ山頂には、セフリ神社の上宮があり、微在天が御神体として祀られている。 五国宝上の神として、肥前や畜前の農民の信仰を集め、現在も参拝者が多い。なお、両前寺石付近は、英才が中国よりお茶の種を持ち帰り、日本で初めて栽培し、日本の茶の栽培の発祥地とされる。両前寺跡よりしばらく歩いた佐賀県側の西には、サザンカの自生北原地があり群生している。1693年。 元独六年には山頂付近で筑前、非前の国境争いがあり、幕府の裁定である。天候が良ければ、有明海の彼方に雲前岳を望むことができる。東側が明けているため、元旦には古来港を拝むイベントも開催されている。九州北部の平地部は温暖であるが、山間部の東北積雪は比較的多く、セフリアマ一帯は周囲より、 標高も高く、寒波の際には50センチメートル以上の積雪を見ることも多い。寒冬であった2011年、平成23年1月には、最新積雪がところによって1メートル以上に、達するなど北部九州有数の多雪地帯である。例年11月下旬には、初雪が降り、平年の初間雪日は12月8日である。山の上部、 標高800メートル付近以上は、ブナの天然林が広がる。他に、海外や水なら、ツ,ツジなどが多く、下草に、宮小笹が発達する。山頂を含む山体の広い部分は白秋中期の河口岩で構成される。廃線の後、緊張が増す朝鮮半島を望む立地の良さから、米軍のレーダー施設レーダーサイトが、山頂に建設され、その関連施設が、 南側尾根に沿って建設された。これらの施設は航空自衛隊に管されセフリ山分屯基地として現在に至っている。福岡県、福岡市沢楽と佐賀県、神崎市の県境にある最高峰として、その立地の良さから警察庁や新聞社の通信施設がある。なお、福岡管区気象台セフリ山レーダー気象観測所はセフリ山山頂にはなく、 山頂から西方約 1km の地点、標高約 986m の位置にある。観測所の建設は1940年頃であり、1955年8月には日本初の山岳レーダーが設置された。1947年から1950年にかけて、後にシカゴ大学教授となり、竜巻やダウンバーストの研究の権威となる。 藤田哲也氏がセフリ山観測所を呼び、セフリ山で気象観測を行った。セフリ山は、福岡平野と筑後平野の間にあるという、地理的条件や濃霧が発生しやすいことから北部、九州の航空の難所とされ、複数の墜落事故が起こっている。1936年、昭和11年11月19日、1938年9月、 1987年、昭和62年2月17日に航空機が遭難している。特に1936年、昭和11年のコードロンシムーンを操縦し、パリ、東京間の県飛行レースに参加中のフランス飛行士、アンドレイ・ジャピーが遭難。旧セフリソミンにより彼は無事救出され、手厚い保護を受けた。今も山頂付近にひっそりと記念碑があり。 フランスと日本の友好を示す美談として語り継がれている。1938年9月には佐世保から立山に向かっていた南洋町航空部の飛行艇ダグラス DF がノームにより墜落40名中32名が死亡している。1987年昭和62年海上保安庁に所属するビーチクラフト式 200T 型 JA8825 が 福岡空港から離陸後、セフリ山の南南東 1.5km 付近の斜面に衝突し4名が巡職した。救難業務のため現場付近に向かう途中であった。墜落事故ではないが、福岡大空襲において B29 爆撃隊がセフリ山方面から侵入、夜間爆撃であったため一部の爆撃機がセフリ山の3人を博多湾の海岸線と誤認し、 セフリ山の山裾に位置する沢良郡、糸島郡、筑紫郡の村々を爆撃した。山頂直下に自動販売機やトイレが設置された駐車場がある。駐車場までの道は自衛隊基地の正門までのアクセス道となっており、夜間の一般車の通行が禁止されている。駐車場から自衛隊のフェンス横の道を300メートルほど登れば山頂に達する。山頂付近を 九州自然歩道が重装しており、ハイキング客も多い。2015年10月18日に月のワグマらしき、動物が目撃された。車道は、福岡県道136号、セフリダム、板谷方面からは自衛隊用道路として、山頂付近まで延長があり、次の佐賀県道と直結工事期間以外、一般開放されている。佐賀県道305号、 佐賀県神崎市方面は、走りや対策で普通乗用車と特定中乗以外の中型乗用車、要するにマイクロバス未満の乗用車でタクシーを除く車両は20時から翌5時まで通行止めとなっている。ただし12月29日から1月4日までは、規制解除。この地域は当期は、比較的雪が深く積雪があり特に日陰部分は残雪が残りやすい。 溶けかけた雪が夜間凍結することもあり、車両での通行には注意が必要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。